ちは、あなたのアミーゴこと木村亜美です。はい、私今日ですね BRP カンナムライカーの新車発表会に来ております。こちらです、 BRP カンナムライカーになります。とっても先鋭的でおしゃれでかつスポーティーに走れる新しい形のバイクになります。はい、カンナムスパイダーをねご存知の方はよく知ってるかと思うんですけれども、こちら三輪ですよ。そしてこれまでのスパイダーとはちょっとデザインも変わっております。カスタムが非常にしやすいオリジナルのライカーを作れる車両になりますので、後でご説明しようと思いますのでお楽しみに。私東京都港区海岸にあるタブロイドさんに来ております。今日はこちらでですね BRP カンナムライカーの試乗会が行われております。こちらにずらずらっと揃っているのが今年新しく発表された BRP カンナムの新しい仲間ライカーになります。もうねこの間私の YouTube でライカーの試乗会の模様をご紹介したんですけれども、今日もですねライカーの新登場の発表会ということで、今日はお昼ぐらいからずっとこちらでライカーと一緒に過ごしております。今ねここに4台あるんだけど、もう試乗会はすでに始まっていて、今何台か東京の街をクルージングしている頃だと思います。はい、こんなにたくさんライカーが並んでると結構テンションが上がるねやっぱり。で見ての通りね、こんだけカラフルにカスタマイズできるライカーですので、ぜひ、ご自身のねお気に入りの1台カスタマイズしていただいて、どん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 ライカーに乗るドライバーさん、ライダーさんが増えればいいなと思っております。はい、でねここにずらっと並んでいるライカーさん、それぞれちょっとオプションパーツがついているものもあります。例えばねこちらリンクアクセサリー、これオプションになるんだけど、こちらバッグがついているものだったり、これは荷物を、これはねタンデムシートじゃないんです、荷物を置くスペースなのかながついていたり、こちらが純正の姿になります、シングルシート一人乗り乗車用の、これがライカーになります。でねちょこちょこカラーチェンジした姿、ここねオプションパーツでカラフルにデザインすることが可能です。ライカー例えばほらねここもオプションで色が変えられます。私ね新しく日本で走り出すことになる BRP カンナムライカー、どん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 ライダーさんが増えればいいなと思います。それではまたライカーの模様お届けしようと思います。今日の試乗会で先導を務めているのが RT かと思ったらこちら F3 でした。ちょっとクールな姿の真っ黒 F3、 私がね何度か乗ってる、F3 通称ヤッターワン君なんですけど、あれは黄色なんですけどね、今日初めて黒を見ました。はい、というわけで今これだけいろんな色のライカーが揃っております。カラフルでオリジナリティあふれるライカーちゃんがいっぱいいるんですけれども、これからこのライカーちゃんがいろんなところで見られるように、
はい、ランチタイムです。おいしい、おいしそうなランチがあそこ3種類並んでるんですけれども、カレーとガハパオライスと、あとなんだっけ、サラダランチの中でこちらサラダライスじゃない、なんだっけサラダランチチョイスしました。おいしそうでしょ。サラダランチなんだけど、ちゃんとチキンも入ってます。というわけでご飯いただきます。イエーイ。ちょっと潜入してきます。こちらです。